はいどうも、レッドフラッシュチャンネルのまっちゃんでございます。プシュー。はい、今回ですね、アイリスの私ファンクラブに入っておりまして、アイリスのファンクラブ二次会と言います。その二次会からですね、最近ちょっと送られてきたものがありますので、そちらをご紹介したいと思います。こちらね、継続特典が送られてきました。まあ1年に1回ね、更新の手続きがあって、まあそれが終わったぐらいかなとかに、継続特典が、もらえます。ファンクラブを継続したっていうね、記念というか、そういうものが、届くわけでございます。そしてもう一つがこちら、前に一回ちょっと紹介したことありますけども、まあファンクラブではよくある、ファンクラブ用の冊子ですね。こちら二次会のアイリスクープという、冊子も届きました。こちらはね、年に2回、もらえますので、でまずこちらアイリスクープから開けていきましょう。また機会があったら、まだ紹介しきれてなかった昔のアイリスクープもね、僕の持ってる範囲でちょっと紹介してもいいかなと思います。こちらです。じゃーん。こちら、アイリスクープ、今回ボリューム12号目ですね。裏側ツアーの時のなんかこう一部分ですね。うん、この衣装シックスライブのツアーの時の衣装じゃないこれ、5人の。まあ内容は、前回も、紹介したとは思いますけども、まあまあ、メンバーのコメントあり、漢字の休息ってやつがね、あるんですよ。今回なんか着物、浴衣？着物だね。で、3人が撮っております。この3人がなんか、書道に挑戦とか、そういうのがね、QR コードもついてますので、動画とかで見ることができます。カーニバルのね、写真とかも載ってますよ。いろいろとありまして、サマーデュードのミュージックビデオの、オフショット的な、写真が載っております。アニメロサマーライブのカラーに出た時とか、ゆうちゃんの前出した新曲ですね、エビバディエビバディとユーユーユーのミュージックビデオのオフショットの写真とか載っております。可愛いですよ、本当。で、ヒミタスの、誕生日の、時のイベントですね、行きたかったな。これサキ様の、こちらもファーストライブだったかな、サキ様ナイトクラブ単独ライブのね、写真とかが載っております。あと、ミュータンがね、また写真集出すんで、これも楽しみですよ。ワカチーのね、オンラインライブの写真も載っておりまして、メンバー、幹事たちの、一問一答のコーナーとかもありつつ、それぞれの、個人的なコーナーもある、お得で面白い内容になっております。最近アイリスのファンになったという方、二次会知らない方はぜひ、入ってみてはいかがでしょうか。二次会専用の動画とかも見れますので、まっちゃんおすすめでございます。はい、ではこちらと継続特典開けていきたいと思います。はい、今回いただいたのはこちら、スマホスタンドですね。アクリル製で作られておりますスマホスタンド、すげえ。今までポーチとかもらってきたけど、これもすげえな。過去の継続特典のね、詳細は動画でね、ちょこちょこっと上げていますので、ぜひ見ていただければ嬉しいと思います。ではこちらちょっとスマホスタンド開けてみますね。バージョン2。バージョン1の時あったのかな、昔。バージョン1も気になるけど、ま、子さんのファンは持ってると思いますよ。僕もアイリスのファンになって、いきなり二次会に入ったわけじゃないからね。うん。最初のうちは、ファンクラブ入ってなかったからね。あの時の、特典とか、どんなんだったんだろうって、ちょっと気になりますよ、ほんと。パーツを、今外しております。どこにどう入れるのかっていう説明があんまり、ないですけど。こちら入ってたのは、この2つですね。2枚のアクリル板を、組み合わせて使用してくださいって書いてます。こことここになんか穴があるんだけど、穴っていうか通す隙間があるんだけど、こう
クロスさせて通すのかな。こういうこと？こうですね。はいはいはい。これでこう立てて完成です。おい。下がこう、地面、下側がこうね、長いもんが出るような感じで。はい、完成しました。こちら。おっと。スマホスタンドでーす。かわいいね。これはいいわ。立てかけるときに使えるやつです。これでまた、机の上が華やかな感じになりますよ。それでは、今回、アイリスクープ、ボリューム12をちょこっと、紹介するのと、こちら、二次会のね、継続特典の、今回はスマホスタンドをいただきましたという、ご紹介でございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。